はい、こんにちは、どうも、トシです。はい、今日はですね、一応こうパーマに関してちょっとお話しさせていただきたいなと思うんですけど、パーマがこの動画を見ていただくだけですごく上手くなるっていう動画になってますね。ですので最後まで見ていただいた方がより深い技術とか深い知識が学べるかなと思います。で、今から1ヶ月後ぐらいかな、8月の25日にはブログの方で、一応読むだけでパーマが上手くなるブログっていうところでは結構細かい内容がブログ書かれてアップされますんで、ぜひ見ていただけると嬉しいなと思います。はい、で早速ちょっとこうパーマについてお話ししようと思います。で、一般の方もぜひこう見ていただきたいし、プロの方でもぜひ読んで見ていただきたいんですけど、結構プロの美容師さんもパーマって結構苦手だよとか結構難しいなって心のどっかで思ってる美容師さん結構多いです。多いと思います。僕ももちろんそうでした。正直すごい自信持ってっていうほどでもなかったんですけど、やっぱり勉強に勉強に勉強を重ねていくと、まあ、自信が持てるようになってすごく狙った通りに行ける。で、その狙った方に行くっていう方法なんですけど、まあ解説していこうかなと思います。で、まずはそもそもパーマが上手くなるっていう前提としたら、この素材の見極めが非常に重要だと思うんですよね。髪の状態ももちろんそうだし、素材っていうと結構切りなく挙げられますよ。お顔とか表情とか骨格、髪質、ファッション、ダメージ、毛量とかってすごい挙げたら切りないぐらい挙げられるんですけど、まあ素材の確認っていうのが大事ですね。で、まあ素材っていってもまずメインで考えるのって顔とか、まずはもういろんなところいっぱいあるけれども、まずは毛髪診断の方をしっかりしていただけるといいかなと思います。で、毛髪診断の方法なんですけど、まあ触った感じ、こう見て触って感じられると思うんですよね。硬さとか弾力とかね、バサバサってなっちゃってるし、あとはこう光とかに当ててもらうと、あ、どのぐらい傷んでんだな、カサカサしてんなとか、あとは濡らしてもらって、毛がこう濡らしてもらって、この濡れた感じも見るとかね。で、あとはこういろんなところを よく見る必要あるんですよ。触って感じて、見て触って感じてって。でもあとはそのここだけじゃなくて、こっちも見るべきだし、この辺も見るべきだしって、一箇所じゃなくて何箇所もこう見ていた、素材を、髪の状態をこう確認していただくっていうことはまず大事かなと。まあ、薬をね、こう設定していかないといけないんですけど、その上で状態の確認っていうのは非常に重要だと思います。で、次にパーマかけるとき、じゃあ髪の状態はこんな感じですとかいろいろあるんですけど、まあ、今回カットは省きますんで、まあ、髪の状態こんな感じです、じゃあ素材の見極めしっかりできました。で、次に大事なのは今度薬液ですよね。どんな薬使おうかなって。パーマの薬もすごくいっぱい種類があるので、まあ、お客様でも美容師さんでも結構わからない人が多いと思うんですけど、まあ一応この現状に合った髪を選ぶっていうのが重要ですよね。この状態に合った薬液、状態に合った薬剤を選ぶっていうことなんですけど、まあ、パーマ液って大きく分けると、血を系、シス系、血をシス系、血を系、シス系、血をシス系、酸性とかって結構まあいろんな種類がいっぱいあるんですけど、まあ気をつけるべきことっていうのがですね、気をつけるべきことっていうのが、狙ったカールが、自分がこんな感じで作るよ、この狙ったカールがギリギリ出るぐらいの弱い薬、なるべく痛めたくないんで、自分が狙ったカールの、狙ったカールが出せるようにギリギリ弱い薬液で設定していくっていうことが薬液選びでは重要かなと思います。まあちょっとかかり甘いなと思ったら、ちょっと時間を置くとか、推薦してどうするとかっていろんな処理の方法あります。かかりすぎたらもうどうにもなります。で、次に、まあ、薬決まりましたと、
そしたら今度ワインディングですよね。今回のメインです。ちょっとワインディングについてお話ししたいなって。パーマって言ってもワインディング、特にテクニック的な要素でお話しさせていただきたいなと思います。で、あとは結構こうパーマで必要なのがワインディングっていうパーマを巻く技術なんですけど、結構大事です。で、あとは骨格と髪質のチェックのちょっと続き、ごめんなさい飛んじゃって、8針、この8ですね、骨格の8があるのか、あとは後頭部、ここが高いのか低いのか、頭頂部と後頭部ですね、はい、あとは左右の違いとか、まずは骨格を見てあげると。で、次に生え方っていうんですかね、生え方とか毛流れ、あ、こういう風に流れてんなとか、あ、こういうところに立ち上がる癖があるなとか、まあ左右でちょっと違うのかなとか、あとは強いな、強弱とかですかね。 あとは毛髪の状態ですよね、まあ、ダメージとか、軟毛なのか硬いのか、キューティクルがどうなってんのか。で、ワインディング、まあ、素材の見極めとワインディングの方なんですけど、ワインディングも種類あります。こう水で巻いていくのか、つけて巻くのか、あとはトリートメントをつけてから巻くのか、その、まあ、巻き方もいろいろあります。で、巻き方ですね、ちょっと巻き方この辺から詳しくいこうかなと思ってるんですけど、巻き方、まあ平巻きっていうものと平で巻くですね、あとは縦で巻くっていう、こういう縦で巻くっていう方法と、あとは反対から巻く逆巻きっていう方法と、あとはこうスパイラル状にこう巻くっていうね方法と、ツイスト状にツイストをこうねじってですね巻くっていう方法と、あとはロットじゃなくてこうピンで巻くっていう方法、まあ、こういう巻き方だけでもいっぱいあります。で、平巻きっていうのはこうロットに、ロットが地面に平行な状態で紙を巻くと、こうロットが地面で平ですよね、平ら、こうやってほら平で巻いてます、こういう感じ、平巻き、はい。で、今度平巻きと、あと縦巻きがありますよね、縦で巻く状態ですよね、こうやってロットが縦で収まるっていう状態、あ、ごめんなさい、ちょっとざっくりね、こうロットが縦で収まる状態、こういう感じですね、こういう感じですよね、縦巻き、縦巻きで、これあとはスパイラル状に巻く、さっきも言いましたよね、螺旋状に縦なのか、あ、縦なのか横なのか、スパイラル状なのか、あとは逆巻きっていうのは毛先は反対になりますし、スパイラルで巻くと、根元から毛先まで均一に変わりますもんね、スパイラル状なんで、全部この毛が同じ回転数で巻き収まるっていうか、で、あとはその何回転巻くのか、これが1回転巻くのか2回転巻くのかで、J カールなのか C カールなのか S カールなのかっていう、その回転数っていうものも大事で、あとはまだいっぱいあるんですよ、腐るほどあるんですよ。で、あとはどこから巻くかですよね、こう根元から巻くのか、中間からこう巻くのか、毛先からこう巻くのか、どこから巻くのかによってどういうカールが出るかが変わってきます。根元から巻けば当然根元にしっかりカールが出るし、毛先から巻けば毛先にカールが出る、中間から巻けば中間から出る。で、あとはこの巻き方もそうだし、この毛先の処理とかも大事ですよね、こうやって巻いてってあげて毛先だけこう逃がすのか、あ、美容師さんなら分かりますよね、毛先をどう逃がすのかと、で、これを巻き上げるのかとか巻き込むのか、毛先の状態変わってきます。で、あとはまだあるんですよ、これを引き出す角度ですね、トップを持ち上げてアップステムなのかダウンステムなのかと、はい。で、あとは毛束を引き出す方向がどっちなのか、前に引き出してこう巻いていくのか、それとも後ろに引き出してこう巻いていくのか、引き出す方向によっても変わってきます。で、あとはスライスの幅ですね、ここがこう厚く取って巻くのか、はたまた薄く取ってこう巻くのか、はい、結構ありますよね、こう考えるだけでも。で、
その違いっていうのはしっかり把握しておいてほしいんですけど、あとはそのスライスの角度ですよね。こうやって前上がりに取って、あ、ごめんなさい、前上がりに取ってこう巻いていくのか、あれすいません、前上がりに取ってここを巻くのか、はたまた前下がりを取って巻いていくのかと、スライスの角度ですよね。でもしくは横なのか縦なのか斜めなのか、角度がどうなのか、あとは巻き方ですよね。これ巻き方、これ内側に向かってこう巻いていくのか外側に向かって巻いていくのか、でその巻き込む感覚も大事ですよ。こう巻き込んでいく間のこういう感覚、毛束の上に巻き込むのかロッドの上に巻き込むのかスパイラル状にするのか、でさらに言えばロッドのこの太さ、この太さも大小異なりますから、で種類もいっぱいありますから。で今バーッとこう話してきたんですけど、だいたい10分ぐらいこう巻き方だけというか、まあ素材の見極めからその巻き方まで、あのバーッと話したらちょっと分かりにくいかもしれないですけど、一個一個分かんなかったらもう一回巻き戻してみるみたいな感じにすると、ちょっと早口で申し訳ないんですけど、あのこんだけ種類があるので、まあ、何が大事かって言ったら、そのいろんな一つ一つに対してちゃんと頭使って考えて、巻いてったりとか、あの薬を設定したりとか、あの 毛髪素材としっかり会話、お客さんも素材ですよね、としっかり会話したりとか、髪の毛一本一本と会話したりとかしながら、状態をしっかり分かった上でお客さんがどうしたいのかな、まあ、あとは髪の毛に負担がなくお客さんの要望、もしくは似合ってるとか可愛い素材に合ってるとか、に可愛いお客さんが喜ぶのか第三者が喜ぶのか、手入れが楽なのか、まあ、素材に対応できるのかっていうところとか、いっぱい種類が、目的がいっぱい種類あるんですけど、まあ、全てにおいてよく考えて、一個一個に神経質になって完璧の仕事をするっていう、何かやってるごとにこの行動の意味は何なんだって、何のためにこの行動をしてるのかっていうのをしっかり自分の目標に向かって、しっかりその狙い通りのものを作っていく、巻き方だけでもクソいっぱいあるし、いろんなやり方がある中で、それを全てこうミックスして自分の中で消化して、お客様にしっかりこのデザインどうだって提案していくっていうことが、プロの美容師さんとしたらやっぱすごく必要なことだと思うんで、今言った巻き込み方とかってまだいっぱいあるんですよ、言ったらキリないと思うんですけど、そういって一個一個に対してしっかり考えていけば必ず上達すると思うんで、あの今言ったことって前提当たり前、絶対知ってる、もしくは当然のようにやってるっていうのをさらに深いレベルで考えてお客様に提供していくといいんじゃないかなと思います。ちょっと会話だけになっちゃって、もう本当はちょっとこれ実践しながらやろうかななんて思ってたんですけど、まあ果てしなく時間かかっちゃって、こんな見れるかよってなっちゃうかなと思ったんで、ちょっと試しにあの口頭で伝えさせていただきました。もし何か分かんないこととかあればコメントいただければ、それを動画で紹介してアップしていこうかななんて思うんで、ぜひ美容師さんでコメントバンバンいただければ回答していきますよ。あの大体どんなことでも答えられると思うんで、ぜひあのコメントの方よろしくお願いします。あとチャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。